メルカリに結構マナレ隊のグッズ売ってんじゃん。サイン入りのカレーまで売ってよがるぜ。しかもめっちゃ高いじゃん。マナレ隊のものって結構売れるんだな。あ、俺様も自分でサイン書いてそれ売るか。そしたら一生働かなくても生きていけるぜ。よっしゃ、売りに行くぜ。へい、いらっしゃいいらっしゃい。今なら100万人超え YouTuber のサインが3000円で買えるよ。あ、いらっしゃいいらっしゃい、寄って行ってみてだって。パパ、マナル隊のサイン僕好きだからこれ買ってほしい。どうだい。いらないよこんなの。今はね好きかもしれないけど、こんなやつ数年経ったら誰も覚えてないんだから。こんなサインただのゴミだから。行くよ。確かにそれもそっか。はぁ、おい黙って聞いてるよ、好き放題言いやがった。マネコだ。確かにいらなかったな、あれはな。よく考えてあんな似たようなパパ書いてる。おい、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 俺様は今後もっとベッカになる男だぞ。てめえらには特別な1万円に値上げしてやってやるよ。おい、買え、買え。お前に言ってんだよ、お前。お前、あんたらがやつね、お前。お前が悪い。消えた葉っぱないって。こりゃ儲かりまんな。あ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。俺のサインが3000で買えるよ。俺様のサインが3000円。100万人超え YouTuber のサインが3000円で売ってるよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。何してくれたんだ、うちの商品だぞ。商品だ、ただの紙切りじゃねえかよお前。ああ、お前どこに見えつけてんだお前。ちゃんと俺様のサインが書いてあんだろお前。100万人超え YouTuber のサインだと激レアじゃねえかよ。何がサインだってめえ、この野郎。 YouTuber が勘違いしてんじゃねえぞお前。 YouTuber なんてお前ただの一般人だからな。芸能人ぶってじゃねえぞお前。そうだお前、道端で売るな、こんなもん邪魔くさい。あ、おいおい、お前、あ、許可取ったんかここで、お前許可取ったんか。あいつ、ただのプロ。くそ、あのクソじじいのせいで売るもんなくなっちゃったじゃねえかよ、その野郎が。はあ、お、ゴンザレス寝てんじゃん。あ、こいつ寝てるし、この人形を売ってやるか。あれ、なんだこいつ、寝てんのに全然話さない、こいつ。あ、なんだこれ、あ、寝た。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。どうですか、300円ですよ、300円。これ孫に買ってっていいかい。あ、どうぞどうぞ。はい、あいまいどう。気をつけてな。あ、分かった。あ、なんか文句を言ってこれ。ゴースゴースゴース。お、さっきの人形だったらあっちのおばあちゃんが300円で買ってったぞ。ゴースゴース。おーおーおー、元気だな。孫のために可愛い人形が買えるぞ。それは孫のために買った人形なのに。ゴース。よっしゃ、ゴンザレスのぬいぐるみ売れたしな。次何売ろうかな。あ、ママちょうど寝てんじゃん。次はママの服でも売るか。まずは帽子からと。よしと。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。太鼓の服あるよ、脱ぎたてだよ皆さんが。おい、ケイタ、あんた私の服脱がしてこんなとこで売って何やってんのよ。いや、ママ寝てたからちょうどいいなと思って。何がちょうどいいのよ。ちなみにあんたそれいくらで売ってんのよ。おー、これ臭いからもらってくれた人に1万円プレゼント
しようとしてるんだ。おかしいだろ。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけど。メルカリに結構マナルタイのグッズ売ってんじゃん。しかもサイン入りのカレーまで売ってやがるぜ。しかもめっちゃ高いじゃん。マナルタイのもんって結構売れるんだな。あ、俺様も自分のサイン書いてそれ売るか。そしたら一生働くなくても食っていけるぜ。ちょっとかんだけどまあいいや。よくないわ。切ろうとしてるし。いきます。バンバー